じゃあ今回も信長の野望を想像戦国にしてやっていきたいと思います。前回の続きで九州上陸してきたというところですね。まあとはいえまだね4個しか、まあ、九州で言えば3個かなしか城がないのでまだ全然不安定でね、こっからの進展はないんですが、さあちょっとまた私がね兵を運用しなければならないかな。とはいえ戦況見た限りこれね勝てる気がしないんですよ、まあ、一進一退と言えばいいでしょうけど、まあ芯がねないですけどね。で引かないようにね兵を置いてるので、こいつらがいるうちはちょっとあんまり攻められはしないんですが、さあもっと兵出してほしいですね。四国から出陣します。さあ攻めました。手柄を立てよ。我が軍力お見せしよう。さあどうだろう。出陣する。出陣するぞ。出るとするか。我が軍力お見せしよう。あなたのためになるのなら。あ、そうだね、自分で置いてた兵忘れましたね。これちょっと使ってじゃあ戦局変えてみるか。まあ防御に置くっていう手もあるんですけどね。出陣します。でもどんどん有能な武将もなくなっていっているので、両軍ともにね、出陣します。兵は多くても強くないみたいな状況に今なってますよね。とはあのね混乱みたいなやつ、あれ軽眼ですよね。軽眼持ってる武将がそんなにいるもんなのか。姫そんなもん持ってる。出陣するぞ。さあここはいやちょっとあの姫が上手か全然進めないですね。赤白もいるし。お見せしよう。助立ちいたす。お味方が捕獲されました。出陣するぞ。ちょ剣心以外じゃ無理ですね。加勢いたす。とはいえ囲みましたよ。あ、剣心なくなりました。そうですね、後継者選びましょうか。結構いるんだな。佐野千幸村、上杉景勝。あ、そうか、一応設定的にそうしたね。まだ影勝が生きてる方がね驚きなんですが、ちょうど嫡男いるんで、まあでも姫にするか、あえて面白いんじゃない。それよろしいですか。はい、よろしいですか。はい、しかないですよね。さあじゃあ一旦締めくくるのか。あ、家康も亡くなりましたね。同年に、同日にか、今のだと。さあ長いね歴史を振り返っていこう。最終的には家臣として乱世に挑む1577年で家老に昇進、連合に参加等で城主になったのが、まあ、およそ1年か最初から。で一門衆になったり、上杉謙信家臣の一門衆なら自分のってことですけどね。そう謎です。上杉家の当主上杉謙信が死去、山内上杉の家臣沼田城の城代に、で城主に2回目か、うん、2回目ですね。ならで85年には軍団長、86年には築城。なぜ軍団長より築城上に持ってくるのか。さあこれが今のね奥さんですか。さ特製軍神、それあ軍団の方なんだ。この軍神というのは結構重要ですけどね。さ即女、長女はもっと上の方にあったんだな。じゃあブンブに引いてた佐竹由衣、姫のくせにブンブに引いてているのか。さあ足なきを滅ぼした
山内上杉家により上杉家が滅亡。開発のことだね。結構じゃあターンかかってたんだな。あんまりもう覚えてないですけどさ、さっきね元服したばかりの竹明かな。全国の話、これまあついさっきですかね。最上、織田家、長宗我部と立て続けに滅ぼし毛利もですね。東北平定、中部平定、中国四国平定で、北条家を滅して北条家が滅亡し関東を平定した3年後に亡くなったと。そう、人没扱いですかね。最後はね、謙信軍神も眠りたいと。お味方、死にました。打ち死に、死んでしまいましたね。ちょっとあれ防衛の武将置いといた方がいいな。なんか若干ね消音になってません？この辺だが音ないですよね。出陣するぞ。たまに聞こえる感じ。多分これ相当重いんでしょうね。聞こえた。ここ見ときましょうか。ちょっとここに兵、あれ、ここ、あ、そうか、攻めてる方か。落とせるかどうか、音が鳴るかどうかみたいな。オプションいじったら直ったりしませんかね。ちょっとオプションいじりたいと思いますね。ここで治ればいいんですけど、いつも重くなるとね消えちゃうんですよ。一旦治りましたか。なんかね昔の三国志11の PS 版とかでもねこういうのあったんですよ、ね、あれちょっと違う感じのバグですけど。出陣するぞ。このライン我が軍略お見せしよう。早くね防衛に入りたいですね。いつ攻められるか分かんないから。いるといないとじゃね戦場で華麗に舞いましょう。変わりますし、出陣するぞ。手柄を立てよ。待機します。これでちょっと安全、まあ、直ちには攻められないかな。四国勢、あ、四国勢も登ったんですね。よし、そこにも兵を駐屯させましょう。出るとするか。長生きのやつがいい。もうできたら死なないやつがいいですが、雪村はいつか死ぬ。全く死なない不死みたいなやつがねいるので、信行とかまだあと 100年くらい生きるんじゃないか。とりあえず送っときましょう。まあ、人没になっても構わないくらいな。出るぞ。必ずや勝つ。正直ね島津軍相手に大軍食っても溶かされちゃったので、さっきここは耐えるしかないですね。思うんですけどこれ武将が姫だとさ、配偶者雪村あ、そういう感じ面白いね。雪村そうか、一門にしてたもんね。雪村のねパラメータ気になるわ。じゃあ逆にすごそうですね。いざ参ろう。そ、子供生まれんのかなその状況っていうのは。するぞ。姫でプレイすること自体多分確か可能だった。姫って姫武将ですか、ね、攻められてんのこれ。うん、9900か。違った。ただただ我が戦ご覧に入れよう。うん、ここから進展がないか。
ほ、ほいな、防衛中か。出陣する。さあ、私が送った援軍早く届いてくれ。勝ったけど届いてくれ。裏から攻撃されてるね、あの人。こうかな。さあ、来ないかな、まだ。海から来ようとすると確か兵糧がなくならなかったっけ、このルート。出陣する。あなたのためになるのは。エルトそうか。戦へ参る。出陣する。さて、間に合え。結構厳しいぞ。間に合った。よし、待機せよ。ノブキ、間に合いましたね。これで OK ですが、ちょっともうね、進展がないな、こっから。守りは任せてもらえればいいと思うので、攻めをね、ちょっと担当させつつと。お、家水じゃないですか。まだこんな時でも元服するんだな。2人元服して3人死ぬと。戦場へ参る。いう感じか。みんな遅れるな。出るぞ。出陣する。さあ、兵はまあ結構送ってくれてる。ここすごいことになってますね。基本包囲して戦うから、ラン戦闘がやばいな。姫でもさっき結構な年齢だったから、いつ亡くなるか分かんないの怖いですね。はい、弟がいるよね。ちょっと落とせ、手積みが来てる。腕が鳴るぜ。おー、落とした落とした。よし、ここに援軍送ります。信行でもいいんだけど、じゃ信行シフトしながら新しいの入れるか。死なないであろう武将を選定するのがなかなか難しい。勝永ならまだ結構生きるはず。前なんかプレイした時、7、80まで生きなかったっけ。ここ攻められる心配ないかな。移動しようか。止まれ。ここに8000いますからね。それだけで敵は来ないはずで、いや、攻められてるな、どうして。間に合わないな、なら。だから乱戦中に来るでしょう。出るとするか。出陣するぞ。出るとするか。もともと攻める気はなかったのかもしれない。出陣する。あ、次こっち。出陣する。そこは無理ですね。完全に囲まれちゃってるもん。出るとするか。よし、敵引いてきましたね。出るぞ。必ずや勝つ。ちょっと戦局動かしたいので、溜まったはずなんだよな、これで。よし、溜まってますね。出陣するぞ。優れた兵数。出陣します。出陣します。優れた妹の部隊。出るとするか。よし、こいつらでとりあえず直前あたりこの辺に立ち向かわせよう。ちょっとだけでも戦線上げられればいいかな。我が戦。あ、でも上がりましたね。ご覧に入れよう。別に何もせずも上がっていった。優勢は優勢なんですよね。徐々に徐々に上がっていってるから、このままいけばいずれ勝てそう。待機せよ。止まるのです。
出陣するぞ。出るぞ出るぞ、必ずや勝つ。さて、あなたのためになるのなら、我が軍力お見せしよう。光月から出陣するぞ。あたりからね、5万の軍勢が九州に向かってくると。出陣します。私が来る頃にはさらに城が落ちるんじゃないかと思うとこですけどね。あの軍勢でせめて北取ればいいですかね。北っていうのが大きいか。我が戦ご覧に入れよ。あの大軍でもね、正直3畳くらい落とせればいいかなっていう目安ですかね。来たね、にょろってきましたね。出陣する。待機せよ。ちょっとそれぞれを移動させましょう。お任せください。結構持ってきたから出陣するぞ。待機しろ。道塞いじゃうからさ。かしこまりました。止まれ。かしこまりました。待機します。こんなもん。待機せよ。あ、これ伊勢行くか。よし、そこ行くとしよう。まずは味方が勝つかもしれないという可能性にかけながら出陣するぞ。これならさ、あの止まってるこの3000。はい、かしこまりました。もうチャージしようか。助太刀いたす。無事にするな。生きるのだ。加勢いたします。国家しないか。さすがだな、一門ですしね。まあでも2畳落とせれば合計でね、 OK ですね。腕が鳴るぜ。この九州の戦場は、かしこまりました。被害をもいとわずに戦線上げたいな。じゃあどうやっていこうかな。無理か。ここに一旦詰めよう。ばらけすぎてると進行ルートが決められない。お見せしよう。待機します。待機します。これからも大軍固めた方がいいか。あえてさ、この辺行っちゃおう。承知いたしました。承知いたしました。助立ちします。我らに勝てると思っているのか。出陣します。出陣するぞ。これで決まりです。これでもう援軍はね、立たれたも同然ですね。助立ちいたす。戦場へ参る。私だってやれるんです。我が戦お見せしましょう。お助けいたします。待機せよ。あ、そっちが先に落ちたな。困りましたね。予想と違いますよ。まあでもまあいいか。戻る感じで取ればいいか。稼いだす。ここは貴様らの地獄。私にお任せあれ。我に打てぬ敵なし。稼いいたします。めちゃくちゃだね。いや、ここで取るのやめて防衛に回すからね。助立いたす。反撃が怖いですもんね。戻るぞ。いいのにじゃないか。私たちの強さ知らしめましょう。戦とは悲しいものですね。出陣する。ちょっと残すか。ここまで上がれば城へ戻ります。敵もそう出るぞ。必ずや勝つ。待機します。お任せください。まずいまずいまずい、まずい。じゃあこいつはいらないかな。1万4000だけちょっと予備に残しようか。でこっちですね、こっち上げとけばいい。こっち今岡城が手薄なんでね、狙われる可能性がある。戦場で華麗に舞いましょう。待機する。そういうところで、じゃあ今回ここまでにしたいと思います。